白い防護服を着た作業員が養鶏場に集まっています。高病原性鳥インフルエンザに感染している疑いがある鶏が見つかったのは厚真町の養鶏場です。昨日午後2時ごろ、鶏70羽が死んでいると道に通報がありました。道によりますと、簡易検査で A 型鳥インフルエンザの陽性反応を示したため遺伝子検査を実施したところ、今朝鳥インフルエンザの疑いがあることが確認されたということです。道はこの養鶏場で飼育している鶏およそ17万羽を殺処分することにし、周辺も含めた防疫体制を強化しています。